いろんなものがピカピカ光っているから道に迷いにくそうね。そうだね。でもここまでいろいろ光ってるのに誰もいないのが気になったな。あ、さっき通った道に気になる場所があったの。そこを見に行ってみない？もちろんよ。確か水色に光っている看板があったから、あっちね。あ、日の森さん、ここの看板時間が経つと色が変わるみたいなんだ。だからこっちじゃないかな。まあそうなの？ありがとう朝比奈さん。次は黄色く光ってる建物の前を通ったからこっちかしら。あ、あら、そうだったの？じゃあゆっくり手をつないで歩きましょう。あはは。